はい、ソフトボールおよび野球において、ライトとレフトの区別がつかないもどきチャンネルであります。今日は西暦では2020年12月7日であります。今日のお題は、多分、アメージングハーフマラソンニューワールドレコードエスタブリッシュかと思います。トータルランニングプロダクションズというチャンネルがあるんですけど、それの動画、およびウィキペディアの主に英語版を参考に動画作成しております。ハーフマラソンの従来の世界記録は、去年9月15日に、ジョフリー・カムウォ・ロルかな、選手が樹立した、58分01秒ですね。1キロ2分44秒99のペースです。今回のハーフマラソン世界新記録、大会名は2020バレンシアハーフマラソン、2020バレンシアハーフマラソンですね。バレンシア、スペインですね。大会はまだ薄暗い早朝スタートでした。沿道の観衆は日本と比べたらかなり少なめ。さすがは先進国ですね。気温は7度 C。スタート直後のペーサーが早すぎたのが大問題だと動画内で言ってるような気もしますが、私の英語力ではあまりわかりません。ペースメーカー最初の1キロは2分35秒、後ろの集団は2秒遅れで続きます。5キロの通過は13分37秒、ペーサーは集団をちゃんと引っ張っています。ここまで5キロまでの1キロ平均で2分43秒40のペースですね。従来の世界記録よりもいいテンポでレースは進んでいます。次、10キロの通過は27分25秒、従来の世界記録、カムウォロルかな、カムウォロルの通過よりも7秒早い通過ですね。5キロから10キロまでは13分48秒です。ややペースは落ちましたが、まだ従来の世界記録をリードしています。次、15キロの通過は41分10秒。去年のカムウォロル選手は41分03秒で通過しているので、それよりも7秒遅くなっています。10キロから15キロまでの5キロは13分45秒。15キロ地点では5選手が先頭集団を形成しています。ここテロップ入れてると思うんですけど、名前の読み方が分かんないんで、言語のお綴りそのままに表示していると思います。41分10から11で、5選手が15キロ通過しています。スタートして約43分後、このままでは59分切れんぞと、マティース選手が再び先頭へ。これで、トータルランニングプロダクションではこの綴りでマティース選手と言ってますね。18キロから19キロまでの1キロは2分36秒にペースが上がり、先頭集団はばらけます。20キロ過ぎてからは先頭はキプリモ選手、後ろにピタッとキャンディー選手がつきます。多分キャンディーですね、発音は。時速6メートルで走っているので、風よけに使われているキプリモ選手は、右へ左へと蛇行するように走ります。それに合わせてキャンディー選手も右へ左へと後ろにつきます。かつて別大マラソンでも先頭争いをするソウ・タキシさんとディック・ビアーズレー選手が風よけしたい、風よけされたくないで右へ左へ蛇行していたら、後方のソウ・シゲルさんが息を吹き返し、ソウ・シゲルさんが別大マラソン2回目の優勝を果たしたことがありました。キプリモ選手は今年9月17日に3000m を7分26秒64の、多分世界歴代8位で走ったスピードランナーが、結果からすればキプリモ選手は2位でゴールしました。レースはケニアのキビワットかな、
キビワット・キャンディ選手が57分32秒の世界新記録で優勝しました。ちなみにウィキペディアの日本語版に、キビワット・キャンディ選手はありません。A ですよね。ネット上では日本語は使用、ネット上では日本語は使用頻度が少ないんで、ウィキペディアには、ウィキペディアには日本語版なかなか載りませんね。2020バレンシアハーフマラソン男子の部のリザルトとしては優勝キビワット・キャンディ選手かな、ケニア57分32秒にジェイコブ・キプリモかな、ウガンダ、これなんか正式には発音ユガンダだそうですけど、まあ、ウガンダでいいかなと、57分37秒3位、これ前半のがちょっと読めないですけど、ロネックス・キプルトかな、ケニアの選手57分49秒、初ハーフマラソンです。初ハーフマラソンです。初ハーフマラソンの世界記録ですね。57分なんで、57分49秒。4位はアレクサンダー・マティースかな、ケニアの選手57分59秒。ここまでが人類初の57分台、従来の世界記録より早かったんですね。ちなみに8、この大会では8位までが1時間切りです。ちなみに8位の選手はヨーロッパの選手ですね。アフリカ選手を追いかけようとしていないのは日本人だけです。ちなみに優勝のケニアンズ、キビワット・キャンディ選手の今回の57分32秒ですけど、1キロ平均では2分43秒62だそうです。レースのラスト1キロは2分34秒9、ラスト 400m は61秒です。はい、台本としては以上です。日本人の皆さんが嫌がる海外ネタ、特に陸上系、日本の陸上系の YouTuber の皆さん、海外ネタ非常に嫌がるんですけど、これが陸上系の YouTuber さんから私の動画にはコメントが来ない理由かなと思います。はい、では本編終わりです。